小市ポッドキャスト始まりまりす小市さん今日ははどんんなテーマででしょうかこんにちは小市です今回は、ウリハムシをさようなら、今から行うウリハムシ対策テクという話題です。春から夏にかけて、ウリ科の葉っぱを食べ荒らすウリハムシ。これの対策テクニックです。お楽しみに。私の地域でウリハムシなんですけども、5月ぐらいからね、発生します。これがね、6,7,8,9月ぐらいまでね、発生してね、 いつも被害に遭ってます。春の三大害虫というのは芋虫、イモム,シカメムシ、ウリハムシですね。すべて厄介者なのですが、今回はこのウリハムシに本当にさようならしていただきたいということで、対策をこの1月から準備していきます。このウリハムシ、キュウリ、カボチャ、ズッキーニ、などなどウリカ の野菜をね定食すると葉っぱを必ず食べに来る害虫とってもとってもやってくるんですよねそこでですね売りハムシ対策5点これをですね整理しましたこの冬から準備するというのがポイントになってますその5点は次のとおりです1畑を整備する2黄色い粘着シートの雨よけにペットボトルを加工して作っておく3トンボの模型を作っておく4お菓子の袋を取っておく5 灰を作っておく。さあ、早速どういうことなのか解説していきます。1、畑を整備する。冬の間はですね、春、夏、秋、この3シーズンに比べてぐっとですね、 畑作業も減ってきます、まあ、収穫できる野菜も少ないのとあと種まきしてもほぼほぼ発芽しないということもありましてですねあと寒いということもありましてなかなか畑にね行きづらくなっているというのもありますと,ということでここでウリハムシ対策をしておこうと思いますまず冬の間は見かけることがないですただえっとしてます雑草だとか草むらがあったらその葉っぱの裏とかですね まあ、ウリハムシだけじゃないんですけども、いろんな昆虫がね、越冬してます。ということでですね、こういう越冬するエリアをきれいにしておくということですね。で、暖かくなっても、すぐには発生しないというように対策しておけばいいんじゃないかなと思っております。缶起こしをしていきます。ウリハムシの成虫が越冬している場合ですね、畑の中でウリハムシの成虫が越冬している場合ですね、このゼロ C 以下にするということで、ウリハムシを死滅させる効果が 期待されますあと幼虫とか卵ももしかしたらですね死滅するかも分かりませんまあ、目に見えないんでねなかなかねとウリハムシだけでなく他の害虫とか菌もね もう死滅させてしまいます二点目雑草を取り除きますもしね越冬しているウリハムシとか、まあ、その他にカメムシもなんですけども害虫をね見つけることができますし見つけたら処分していきます最終的にはですねこの対策は初期の段階だけですねいずれにせよウリハムシはですね結局はウリ科の植物には飛んできて産卵して孵化して成長して葉っぱを食べまくるとという行動になってきますが初期の段階できるだけ少なく てておおけけばそれだけ発生頻度はね、えー、少なくななくるのかなと思っております2点目黄色い粘着シートの雨よけにペットボトルを加工して作っておく春になると忙しくなってくるので冬の間にこの雨よけペットボトルというのを何個か作っておきます用意するものですペットボトル2リットルサイズのものですカッターやハサミあとホット ボンドとか両面テープとかあるいは普通のテープでもいいんですがテープ類ですねあと針金などのワイヤーですでどういうものを作るか手順ですまずですねペットボトルの下の部分を切り取りますでペットボトルの底の部分を取り外しておいてこれによってペットボトルが黄色い粘着シートの上にかぶさって雨が粘着シートに被らないようにしますで後からこの粘着シートをその下からね入れていきますので 切り取っちゃってください。次の工程はペットボトルのキャップに穴を開けます。これは切りを使って穴を開けてください。で穴開けたらワイヤー、針金などを通しておきます。キャップの部分で少し曲げを作っておいてですね、ワイヤーが落ちないようにしておきます。でワイヤーはですね、ペットボトルのそうですね、だいたい3、4センチぐらいのところで少し曲げて 置きます。粘着シート大体穴が開いてありますので、針金の曲がった部分に粘着シートを後で引っ掛けます。次の工程はペットボトルを切り開きます。ペットボトルの側面ですね。ここを適当な大きさ5センチぐらいかな。 この、えー、字型に切ります。で、キャップの方を残すような感じで、この字型に切り開いて窓を作ります。切り開いたら、一辺は切れてないので折り曲げて雨が入りにくくするとともに窓を開けてですね、ウリハムシが入りやすくするようにしておきます。次は粘着シートをワイヤーに取り付けます。この作業は今でなくて実際に取り付ける時でよろしいのですが、先ほどのね曲げたワイヤーに粘着シートを引っ掛けるような感じに。 なりますそしてキャップに飛び出ている針金に紐などをつけて最終的にはその紐を支柱に取り付けてください3。トンボの模型を作っておくトンボはねオニヤンマをイメージしてくださいオニヤンマは肉食性で昆虫を食べるということで虫たちがですねオニヤンマを見ると逃げるという DNA をどうも刷り込まれてるらしいんですね。 嘘か本当かちょっとよくわかんなくて、えー、国家のほどはね、ちょっと不確かなんですけども、登山をしてる人だとか、トンボの模型をね、リュックサックにつけておくと、蚊が寄ってこないとか虫に刺されないということで、なんか一時期ね、人気が出たグッズです。これを自作します。材料ですね。割り箸、黒の梱包用のテープ、まあビニールテープでもいいです。あと黄色のビニールテープ、ビーズ玉、クリアファイル、 針金タコ糸などなどです。割り箸を15センチ、メートル程度の長さに切って黒いテープで巻いて、まず割り箸全体を黒くします。その上から黄色いビニールテープをですね。5mm 幅の細さにしたものを作っておきます。で、それで今割り箸が黒くなってますよね。その周りを黄色いテープでくるくるとですね。模様をつけていって縞模様にします。 で、これができたらビーズ玉ですね。ビーズ玉ね、どこで売ってるかというと、僕の場合はダイソーで、ラウンドビーズっていう名前で売ってました。これを買ってきました。で、穴が開いてますので、ここに針金を通して、胴体の先端部分にね、黒い胴体の上に黄色い縞模様になってると思うんですが、これの先端部分にビーズを取り付けていきます。ビーズについた針金を胴体に巻き付けたら、その上から黒いテープで補強として、 えー、巻いておいてなおかつ見えないように隠しておくそして羽をクリアファイルにマジックで下書きして切り取っていきますこれはまあ適当でいいですあなたの感性で羽を作ってくださいでその羽にですね中央部分に穴を4か所開けて僕の場合はタコ糸で先ほどのトンボの胴体にですねくくりつけますもしホットメルトをお持ちであれば羽と胴体部分を ホットメルトで固定しても構いませんタコ糸なんですけども羽の上の部分に、ね、輪っかを作っておくと後で地中に引っかけやすいです4番目お菓子の袋を取っておく ポテトチップスやせんべいなどのスナック菓子が入っている袋あとはインスタントラーメンの袋ですねこれですね内側が銀色になっているものがあります、まあ、ほぼほぼ銀色ですねこれなんでかっていうと空気中の酸素が袋の中に入ってこないようにしていますそしてまた光を遮断するという工夫だそうでスナック菓子に油が多く使われていまして酸化を防止する理由から だそうです実はですね袋の内側に薄いアルミが蒸着されていまして酸素を透過しにくいという性質があるのですねこのアルミはでこのような袋を使ってるそうですでここからがポイントでスナック菓子やインスタントラーメンを食べてその袋を見てですね内側が銀色でしたら取っておいてくださいで油がねちょっと気になる方は 軽く洗っておくといいと思いますで、これにね、紐が通るような穴を開けておいて春先まで取っておきますで、春になりまして苗を定食しましたら支柱にこの袋をぶら下げておきますウリハムシをはじめ昆虫はキラキラするのが嫌いな性質がありますのでこのキラキラするものを苗の近くに置いておいたり吊るしておきます春や夏にいきなりスナック菓子をね食べまくってもいいんですけどもあまり体にもよろしくないと思いますし 太っちゃいますんで <laughs> と、食べたら残しておくみたいな感じで徐々に揃えておけばいいかなと思います。ただですね、これね、無料です。今回のサムネイルはチップスターのパッケージです。これ以前使って支柱にぶら下げておきました。5番目です。灰を作っておく。冬に暖を取るために。 焚き火をすするる方もいいらっしゃると思います今回はですねこの灰を取っておいてウリハムシが発生したら野菜の上にパラパラと振りかけようかと計画していますこれなんで害虫がですね逃げていくかというと灰の臭い成分がですねウリハムシなどの虫にですね効果があるということであり逃げていくことを期待しています葉っぱの上に灰をパラパラと振りかけて葉っぱから灰が落ちちゃうということも ありますのでそういう時は灰を水で溶いて振りかけてもいいということなので今回初めてやってみようかなと思ってます注意事項が一つありましてですね灰は土に触れるとアルカリ性に変わりますですので上げすぎには注意しますはい今日のトピックはね以上でした今回は「ウリハムシをさようなら今から行うウリハムシ対策テク」を解説しました1畑を整備する2黄色い粘着シートの雨よけに ペットボトルを加工して作っておく。三、トンボの模型を作っておく。四、お菓子の袋を取っておく。五、灰を作っておく。家庭菜園は無限の楽しみがあります。この時期の農作業は豊かな収穫と素晴らしい体験をあなたにもたらします。今月から畑作業を楽しみ、美味しい野菜を育てる喜びを共有しましょう。最後までご視聴ご静聴いただきありがとうございました。少しでもためになったらと 持っていただけましたらいいねとぜひチャンネル登録をお願いいたしますコメントもお待ちしておりますそれではまた次回の動画やポッドキャストでお会いいたしましょうさようならバイバイ